ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上直也、31イコール大橋、が当面は限界級で戦う姿勢を示す中、海外ではフェザー級転候に、会議論、まで飛び出している。米専門メディアボクシングニュース24は、井上が現時点でフェザー級転候に慎重な考えを示していることを紹介。井上の口ぶりからすると近い将来、ブルース・キャリントン、 WBO 世界フェザー級4位、ニック・ボール、WBA 同級王者、ルイス・アルベルト・ロペス・ IBF 同級王者、ラファエル・エスピノサ、WBO 同級王者、といった競合と交わるために、フェザー級に上げるつもりはないようだ、と伝えた。その上で、31歳の井上は、スーパーバンタム級で弱いチャンピオンを相手に4つのベルトを獲得した。 ルイス・ネリとマーロンタ・パレスとの過去2試合で苦戦し、ファイターとしての限界を見せ始めている。ネリは5月6日に東京で行われた試合の1ラウンドで井上からダウンを奪った。そのネリを、ブランドン・フィゲロアは3年前に楽々と倒した。井上は限界級で戦うのに有利な立場にある。この階級は実力のある選手が弱く、彼を倒せる脅威となる選手はいない、と指摘する。 さらに、井上がフェザー級に上げれば、状況は一転するだろう。その階級には、日本人スターを餌食にするような危険な捕食者が群がっており、井上はサメたちと一緒に泳がなければならないだろう。井上が階級を上げて格下のファイターたちと戦うのではなく、彼ら全員と戦うことを選んだ場合、フェザー級のトップファイター4から5人に負ける可能性がある、と主張した。また、 井上との対戦を熱望しているキャリントンに向けては、27歳のキャリントンにとって将来的に井上と戦うことに希望を託さない方が賢明だろう。それはありそうにないからだ、とまで言い切った。